カードを持ってきました。 ESP カードご存知ですか？5種類のシンボルがあります。丸、十字、波、四角、星の5種類です。これからお客様に全く自由に一つのシンボルを選んでもらいます。その前に軽く混ぜて、おそらくこれを選ぶんじゃないかと思いますので、先に出しておきます。では一つシンボルを選んでください。×十字ですね。じゃあちょっとカードを確認しましょう。こちらに残り4枚あります。これは丸です。これは四角です。これは波です。そして最後が星。つまり最初に置いたカード、このカードが×でした。